する感じで、どんどん叩いていくと下に向けて、ごましていく感じで、ここの中の丸いところですか。はい。そうすると、だん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 、こんな形になってきますんで、でこれをもっと深さを出したいときはもっと叩いてこういう感じにするとどんどんここで深さが出てくる、ね、最後にここの後ろこのタイヤにこう叩いて深くなるような感じで、割と子供とお父さんと子供でやったり、これ大きい台でここでこう最後にこの中にこう好きな図柄というか絵柄を並べてこう模様をつけて、はい、それでこう好きなこう絵を描いて、最後はこれ油で塗るので油をこう塗って焼き付けたりして、かっこよくなる、こんな感じで完成です。これは木はその方が作って、その足を僕が作ったり、共同作業です。この木の部分をこの吉田さんの方が作ったりして、を作るワークショップをやっております。持ちやすくなったところで、今度は油を取ってそれで